2011年シーズンチャンピオン、リッキー・ステンハウス・ジュニア、シーズン2位のエリオット・サドラー2011年のナスカー、ネーション・ワイドシリーズは30年目のシーズンとなる。2月19日のデートナインターナショナル・スピードウェイにおけるドライブ 4COPD300 で始まり、11月19日のホームステッド・マイアミ・スピードウェイにおけるフォード300で終了した。今シーズンは、 アイオワスピードウェイとシカゴランドスピードウェイでのレースが追加された一方、ゲートウェイ、インターナショナルレースウェイでのレースがカレンダーから外れた。ジャック・ラウシュがオーナーズチャンピオンシップを獲得、ラウシュ・フェンウェイ・レーシングのリッキー・ステンハウス・ジュニアが最終戦のフォード300で2位に入りタイトルを獲得した。マニファクチャラーズタイトルはフォードが212ポイントを上げて獲得した。 リッキー・ステンハウス・ジュニアのドライブスル・フォード、ロード・アメリカで、カール・エドワーズのドライブスル・フォード。同チームのオーナー、ジャック・ラウッシュがオーナーシップタイトルを獲得した。ふとポールポジション車体、ポールポジションサイタラプリード。ありがとうございます。